学校のコテでもいいし、最近のお悩みでもいいですし、いいし、なるわけ。夕飯作りながら見てる。あ、お疲れ様。お疲れ様です。今日の夕飯何ですか？何ですかね。気になる。ね。私の夕飯なんだろう。あ、今日の？うん。何食べたい今？今ね、うん、そうだね、サラダが食べたい。めっちゃ健康じゃん。そうね、すごいサラダが好きなんですよ。うん、うん。野菜というよりドレッシングの方が好きで、うん、何ドレッシング？ね、和風ドレッシング、玉ねぎの、ハンバーグの上とかに乗ってるような、そう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 、あれが好きで、うん、であれをよく使ってるんですけど、それがすごい美味しくて、うん、今サラダが食べたい気分です。私ごまドレッシングが好き。あ、そうなの？そう。え、でもなんか給食に出てくるんですけど、うん、人参ドレッシングっていうのがあって、そう、人参の味の、そう、人参味なんだけど、うん、人参の味しないのよ。あー、色はオレンジ。そうそうそう、オレンジ、オレンジ。初めて聞いた。だからすごい美味しくて、うん、美味しいんだ。そう、美味しいの。だから今それと和風ドレッシングのサラダの方が食べたいです。かなねちゃん何が食べたいですか今？あ、なんだろうな、なんだろう、グラタン。あー、いいですね、うん、グラタンが食べたい。そうね、グラタン美味しいもんね、うん、そういえばしばらく全然食べてないよグラタンね。グラタンね、私も食べてない。恐ろち。恐ろちだ。あ、2人ともサイン会楽しかった。 ありがとうございます。楽しかったね、サイン会ね。めっちゃ楽しかった、ね、久々にファンの方にお会いできたので、ね、めちゃくちゃ楽しかったです、ね、猫耳ポーズ。猫。お、好きな教科は何だって？教科は国語が好き。私は今英語と体育が好きです。あ、そっかね、やっぱ英語はね、そうそうそう、得意だもんね、はい。でも最近なんか家庭科も好きになってきたなって、うん、いいじゃん、思ってます。家庭科、裁縫、そう、料理、そう、料理もそうなんだけど、うん、今料理ってまだね。あ、そうだよね、しないじゃん。だから裁縫の方が今好きです、うん、いいね。そうね。そう、難しそう。そろそろなんていうの、料理もできたらいいなって思ってます、うん、お、今日のコーデ見せて、だって。見せます？どうす、あ、私からいきます。はい。私は黒のスカートに、なんか最近買ったシャツ、うん、シャツです。で、ファンの方にいただいたネックレスと、ファンの方にいただいたイヤリングをつけさせていただきます。ありがとうございました。いいですね。私は今日そんな、なんていうの、イヤリングとかつけてないんですけど、こんな感じです。かわいい。これなんていうんだろうね、シャツなのかな。ワンシャツにベストみたいな。あ、そう、シャツにベストです。で、ズボンは普通にこういう黒ね。で、黒ブーツじゃない。黒ブーツです。かわいい、黒と青で、そんなつけてないんですけど、うん、時計はつけてきました。ね、思った、それこんな感じです。ちょっと待って、すごい腕に書いてあるじゃないですか。そう、学校でね。あ、そうね、忘れ物しちゃったんですよ。そう、技術のノートと家庭科のノートを忘れちゃって、ね、なんで、ここにめっちゃ書きました。本当だ、やばい、来週の朝8時に投稿です。はい、うん、書くとこ独特だって。確かに普通はここか、手の甲か、うん、手のひらで、ね、あれ、そうなの、あれじゃない。え、私いつもここら辺に書いてるんですよ。え、正直に言うと、うん、先生に
こっちに書いてることがバレたら怒られちゃうんで。 あそういうことで、なんでここにあの袖、確かにバレないね、袖で隠してね、確かにやってます。おすすめです。でおすすめおすすめはそんなしない。皆さん腕には書かないでください ねなんかさ、腕にこういう、なんていうの、ペンで書くとさ、寿命が縮むらしいよ。そうなの？わかんない、なんか友達が、なんか豆知識みたいな。そう、なんか友達が言ってて、なんちゃらガンみたいな、になって縮んじゃうんだらしいです。縮んじゃう。うん。お、カンカンおすすめのドラマある？だって。わあります？最近見てます？見てます、めっちゃ見てます。え、今何見てるんですか？今はあのプロミスシンデレラ、え、何それ？っていうドラマがあって、うん、見てます。おと、前あのガルガルフレンドとかでも言ったミウ404っていう刑事系のドラマがあるんだけど、はい、それを見てます。私なんか一回見たドラマをもう一回見ちゃう癖があって、うん、あ、いいですね。なんか内容とか全部入ってるのに、うん、もう一回見ちゃう癖があるので、あ、そんなにあの新しいドラマとかにはあんまり挑戦しないけど何回も見ちゃうって感じです。ああ、いいですね、うん、そうですね。あのドラマはあんまり見ないんですけど、うん、私はすごいアニメをたくさん見てて、ね、アニメで、あの、うん、今日も準備しながらアニメを見てきたんですよ、うんうん、何見てきたんですか？で最近ハマっているのが、うん、ドクター、ストーン。ドクターストーン。そう、ドクターストーン。医療系？そう、医療っていうか科学ですね。あ、科学なんだ。そうそうそう。ちょっとカナ姉ちゃんにだけ見せます。あれ、やっぱでね、ちょっと待ってね、ドクター、皆さん知ってますか？みんなアニメ見るのかな。これ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 、うーん、こういう、すごい髪の毛が、そう、髪の毛がね、こうなってて、なんて言うんだろうな、あらすじは、うん、あ、知ってるって、あ、知ってる？ね、そうね、あの、もともと TikTok で流行ってたのを見て、うん、それで気になったので、うん、最近、Netflix でよく見るんですよ、うん、なんか今ちょっと読みますね。読めるかな、あらすじを。主人公たちが巡らせた霊長類最強の男子高校生、当初は仲間として、なんて思う、狩りみたいな、あ、狩りを担当していたが、わかんない、狩りを担当していたが、純粋な若者だけを復活させて自然と共に生きていくべきだという先民思想を持つことから、全人類の復活を目指す主人公と若つ、主人公を若つ、その後自分が選び復活させた若者たちと、指定国を形成し、科学技術復活を防止するために主人公の命を狙う、だそうです。って書いてありました。なるほど、だって、あ、理解してくれました、うん、ありがとうございます。そうね、おっと、うん、あ、そうだ、先に全人類が石化しているとこから話さないと。そう、詳しい方が、そうね、あのこのアニメは、うん、なんかある日地球に変な明かりが、うん、なんていうの、緑色の変な明かりがついて、うん、光がついて、それで全人類が石化して、うん、そこから復活していくっていう、石化って石ってこと。そう、すごいね、そう。お、ドクストアニメは見たことないけどキャラだけ知ってる。ドクストアニメ、あ、ドクター、そうそうそう、そういうことね、略してんだ、うん、そう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 、だからすごい面白いので皆さんぜひ見てみてください、ね、アニメもドラマも、面白いのがいっぱい。なんだっけドラマ、ミウ404と、ね、
見えずに言われてるぜひ見てみてください。見てください。あ、オープニングアクトも楽しみだね。そうなんですよ。そう、ガールズガールズさんの、はい、明日アリオ柏さんでガールズガールズさんのリリースイベントが開催されるんですけど、そのオープニングアクトにね、あの一部会場なんですけど、はい、私たちラッキーラッキーが出演させていただきます。イエーイ、やったー、ありがとうございます。なのでぜひラッキーラッキーにも会いに来てくれたら嬉しいです。来てね。イエーイ、おめでとうだって。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、何があるかな、ちょっと待ってよ、うん、なんかここら辺にあったような気がする。さあ、インスタじゃない。あ、質問でしょ。そう、あれあったっけ。あ、これだっけ、これかな。あ、もうこれかな。ね、わからない、わからない、わからない。最近ラッキーなことあった、だって。ラッキーなこと、日常でってことだよね。そう、ラッキーなことね。ラッキーなこと、私はまたね、この間ガムを買ったんですよ、うん、そしたら当たりが出てきました。また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 出ました。あれだよね、ラッキートークでね、そう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 、話してたもんね。話してましたね。え、違うよ、あれだ、インタビューで話してたんだ。あ、そっか、のインタビューで。そうだ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 、そうですね。さくらんぼ好きだってね、バキちゃんさ、絵文字ね、よく使うね。絵文字ね、さくらんぼ使ってるんですけど、さくらんぼあまり、あまり、あ、え、そうなの。あまりです。そうなの。そう、食べれないの、本当は。そうなの、めっちゃ好きかと思ってた。いや、なんか絵文字が可愛いなって思ったので。あ、そういうことね。作ってました、使ってました。うん、ちなみにさくらんぼ好きですか。大好き。あ、そうなの。大好き。あのフルーツは結構全般大好きかな。すごい。え、そういえばさ、フルーツで思い出した、ドリアン食べてみたい。何それ。あの、めちゃくちゃ臭い果物そう、臭い果物なんてあんの。そう、え、聞いたことない。え、初めて、初めて。ちょっと待って、え、知らない人初めて見た。え、嘘。有名だと思って、みんな知ってると思ってた。全然知らなかった。ね、今見せます。え、ドリアンは勇気出ないとか言ってる。こういうやつ、すごく臭いの、なんかパイナップルみたいだね。そう、多分実自体は美味しいらしいんだけど、うんうん、外が臭い。臭い。あ、へえ。なんて言うんだっけ、臭いのってサバ缶だっけ。サバ缶、なんかの缶が臭いって言って有名だったんだけど、それよりも多分もっと臭いやつなのかな、うん、クリーミーで美味しいらしいだって。そうね、食べてみたい。よく聞きますね、ドリアンね。草やったと思う。草や、草やん。いちごは何個食べたの。あ、そっか、そ、ね、壁紙の4月のね、はい、ありましたね。いちご狩り行きました。行ってきました。やった、嬉しかった、ね。すごい楽しかった ね。ちなみに、私は、うん、アカリンと同じ量をずっと食べてて、同じペースで、うん、何個ぐらいだっけ。え、でもそんな食べてなかった気がします。20個とか。20何個だよね。だよね。20、あ、23個とかだった気がします。なあ、はい、そう、私は、ね、はい、どうぞ。確か53個でした。おめでとうございます。ありがとうございます。もう優勝って言ってたもんね、みんなで。みんな50個目指してやってたんですけど、ね、みんな結構100個いこうねっていう話してたんですけど、全然20個しか食べれなかった、ね。なんかいちごをたくさんとりあえず取って貯めて、うん、で一気に食べて、また貯めて、取って食べてみたいなのを繰り返したら50個いけました。全然エクボツンしてびっくりした。あ、これ
あのエクボツってさ読むのかなって思ってさ、くぼつ、エクボツ、うんして、あ、そういうことそういうこと、区切りがね、そう、ん、何を書いてるのかなって最初思っちゃってそういうこと、エクボツンして、あ、もう53分ですね。ね、あと何分だ。告知します？少ししますか。しましょう、しましょう。もう皆さんね、知ってくださってる方が多いと思うんですけど、私、ね、夏に8月ですね、ラッキー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 ライブツアー2023ハッピーサマーを開催させていただきます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。と愛知と大阪と東京の3都市で開催させていただくんですけど、東京が2公演だね。はい、そうですね、公演あって8月13日日曜日、はい、東京ゼップ羽田東京、はい、で8月6日日曜日大阪ゼップ大阪バイサイド、ベイサイド、あ、ベイサイド、すいませんベイサイドで、その次一番最初の8月5日土曜日愛知ゼップ名古屋で行わせていただきます。はい、すごい、2回目、私たち2回目です。9人ではね、初だもんね。そうね、新メンバーが初めて。そう、でもね、去年はさ、うん、アンコールでみんなで ね踊ったじゃん。あれがね、そう、もう汗いっぱいだったね、だってそうね、だら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 みんなで楽しながら、ね、あのファンミーティングよりすごいツアーはたくさん踊るのでね、楽しみにしててね。盛り上がりましょう、みんなで。声もさ、そう、出せるじゃん。そうだからね、結構いろんなところで言ってるけど ね、じゃあなんて叫んでほしい、みんなに。なんかヒーローが前ライブ配信の時にひーちゃんって皆さん呼んでくださいって言って、私はカンカンって呼んでほしいです。じゃあ私はどうしようかなバキちゃんで、わー、いいね、ゆうら姉ちゃんがつけてくれたあだ名です。私もゆうらちゃんがつけてくれたあだ名。そうね、ゆうら姉ちゃんめっちゃあだ名名付け親ですから、すごい。じゃあバキちゃんとカンカンでお願いしますなんか自分でカンカンって言うのちょっと恥ずかしい。カンカン、え、やばい、カンカンってね、初めて、初めて言った、ね。あれ、もうちょっとで卒業するんでしょ。そう、姉ちゃん呼び、はい、日記にね、書いてたね、卒業しよっかなって思ってます。みんなね、絶対悲しいっていうね姉ちゃん呼びはもうお別れです。かなーって、かなー、うわー、変な感じ。ゆーわー、ゆーらー、やばい、もうダメだ、やばいね。みんなのこと、あの、姉ちゃん呼びしすぎてもう呼び捨てできないかもしれない、ね、もうね、姉ちゃん、姉ちゃんって、あの、成人になっても姉ちゃん呼びするかもしれませんまあ、年っていうのはね、うん、ずっと変わってないか。おお、おお、ごめんなさい、全然。そうね、ヒーローポーズしてじゃあそろそろスクショタイムいきましょう、うん、じゃあ何かやってほしいポーズがあったら、ね、じゃんじゃんお願いします。ハートして、どっちもいるか、せーの、はい、チーズ、カシャ、はい、チーズ、カシャキーセルフ、そうなんかね、カシャっていうのがすごくいいって言われたからね、うん、やってるんだ、今も。カシャカシャいきます、はい、あ、チーごめん、はい、チーズ、カシャじゃ、うさぎ、はい、チーズ、カシャ何かありますか、かなねちゃん。手首をくっつけてハート、はい、チーズ、カシャうん、何かあります？天使のハートの中に入っちゃって、あ、これ、こっちかはい、チーズ、カシャ、お、チェリーポーズして、はい、チーズ、カシャ、うん、さくらんぼ、さくらんぼです
さくらんぼんぼん、さくらんぼん。何その歌。なんかね、ちっちゃい頃歌ってたらしいの。そうなの。そう。いや、知らない。私も知らない。私も知らない、この曲。あれなんか歌ってたらしいです、ちっちゃい頃に。何かあるかな。ラッキーポーズ。ラッキー。いきまーす。はい、チーズ、カシャ。じゃあ次で最後にして、もうあとは質問コーナー。はい、いきます。うん、最後、じゃあかなでちゃん最後お願いします。一緒にやるも？あ、一緒に。うん、はい。あ、ビビッときたポーズしてって書いてあった。戦士。いきます。はい、チーズ、カシャ。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんポーズのリクエストありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここからは。うん、もう、あ、やばい、あと1分なんで質問コーナーいきます、ね、復習タイムにしちゃう？する？しちゃう。 OK じゃあ、お、待って、あ、ポーズ、シーサーポーズいきます。はい、チーズ、カシャカシャ係、カシャ係です。カシャ係だ。ティアラポーズ、ティアラポーズ、これ、うん、いきます。あはい、チーズ、カシャ手がごちゃごちゃ。お、ラキラキラブしてだって、うん、せーの、はい、チーズ、カシャ、せーの、ラッキーラッキーラッキーラキラブすごい、ね、通じたね。頭上ピース、頭上、あー、オッケー、いきます。はい、チーズ、カシャ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ペッパーミル。はい、もう18時になりました。でも時間ってあっという間ね、ね、ね、はい、ということで、はい、最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。またハンツバー TikTok ライブ、ありがとうございます。ライブツアーぜひ遊びに来てください。待ってます。遊びに来てね。待ってます。バイバーイ。バイバーイ。